Carrie. Thank you for watching. Today we are going to learn about phonics. まあ例えば A。A の発音は A, A, A。A と A の間の中間音ですね。じゃあ一緒にやってみましょう。A, A, A。どうですか？うまくできていますか？ということでね、いつもあの子供たちに、生徒さんたちに教えるときにはね、A says、A ってなんて言うの？って言って答えてもらってますね。なので皆さんも一回やってみてくださいね。じゃあいきますよ。A says、Thank you。次、アルファベット読みは B ですけれども、音はどういう音なんでしょう？ B says、B、B、B。日本のバーだとこのままで十分発音できますね。バ、バ、バって言えばいいですけど、この場合はちょっと唇を中に入れて発音するといいですね。バ、バ、バ。じゃあ皆さんだけで B says Very good, thank you。 で欲張ってもう一つ言ってみたいと思います。これアルファベットでは何と読みますか？そうですね、D ではないですよ。 D D。 そしてフォニックス読み、 D says、 D はどういう音かというと、 D says、 D D D。 この舌を上の歯茎のちょっと先のところって言うんですかね、ここら辺ですね、ここら辺につけて D D D。 こうキック、これかもし足ならキックしてる感じ、 D D D で発音します。ではもう一度いきますよ。 D says D D D。 はい、 Very good, thank you。 OK、 ではこのね4つのアルファベットを使って練習のためにどんな音で音があるかなっていうのをやっていこうと思います。まず A says A A A でしたね。まずはこれですね。何ですかこれ？アリゲーターじゃないですよ。 AlligatorA alligator。 もうね、alligator のとこはちょっと無視してもらって、 A が今日発音できたらもう100点です。一緒に alligator、 alligator。 Thank you。 じゃあ次これ何ですか？可愛らしいですよね。 ant じゃないですよ。 ant、 ant。 ここも A のとこができてたらもう110点いきますよ。 A、 A、 ant、 A、あ、アント。はい、ですね。では B はどんな音があるか、いっぱいあるのでちょっと言いますけど、 B says ブブブでしたので、ブブ何ですか？ブブ bell、 ブブ bell。 これ皆さん絶対わかりますよね。 book、 ブブ book。 はい、一緒に nice。 OKLast one, last alphabet was D, right? Oops, this is not D, this is C. Where is D? I can't find D. Oh, here it is. D, D, donut. Okay. D, D, dog. Very good. 今日 A から D までのフォニックスを一緒にお勉強しました。またね、次はフォニックスやるか違うことやるか、 I haven't decided yet。 まだ決めてませんけれどもね、また次に皆さんとお会いできるの楽しみにしています。 Thank you for watching and I will see you next time. Goodbye.